吸ってこ。始まるよ。オッケー。へえ。この辺でやりますけど、この辺が終わったら。よし。よし、こんな感じで入れ物2つ用意しました。こっちをちょっとメダカにしようと思ってます。こっちは金魚になります。で、フォークが頑張って仕入れてきてくれました。金魚たちです。で、こっちはね、メダカちゃん。見てこの鮮やかなメダカ。これ100円で3匹もらえんねん。安いわ。よし、投入しよう。フォーク投入。金魚投入。投入の儀式いきます。投入だ。逃げ、息がいいからちゃんと流れに染まれるように。すげえな、元気いいね。あ、来た来た来た、かわいい。めっちゃかわいい。まあこんな感じで金魚何百匹やった？100匹です。結構110匹入ってるって。こんな感じで。そうやな。まあ浮いてきょる？もうやってみなあかんやん。こっちここらへん、ほら隙があるやん。ここらへんすくいやすいじゃん。よし、じゃあメダカを投入の。こっちちょっと多いね。こっちはね、メダカの方が人気であろうということで、お金はこっちにベットしてあります。見て、メダカも元気。ほら、オタマジャクシみたいなのいる。よいしょ。なんかね、ほら、赤ちゃんです。ちょっとよくわからんわ。よくわからん。ここに集まってる。アップしよう。こんな感じで綺麗なメダカが。これはグッピーじゃないです。メダカでございます。こんな感じで今からちょっとやっていきたいと思います。皆さんこんにちは。今日は八幡閣まちづくり協議会の農業マスターにお越しいただきまして誠にありがとうございます。たった今ですね、大宮八幡市長の小西修さんが到着されましたので、皆さんちょっと拍手でお迎えいただければと思います。よろしくお願いします。それではただいまから農林祭り2022年度の農林祭り開始したいと思います。この農林祭りはですね、ちょうど5年ぶりの開催となります。ありがとうございます。ママ見てやったー。逃げるからね。お家で買ってあげてね。2、3ヶ月して大きくなったら色が赤色の綺麗な色になるので、はい、やってみてください。そーっとそーっと、難しい。いいよいいよ、積極的いいよ。そういうことでちっちゃいの狙おうか。お前この終わりやだ。やべえかー。
そーっといこうね、そーっといこうね。あーもうちょっと頑張ってみて、もうちょっと頑張ってみて。チーズーちゃんか。あ、それ触る、触ったから。よし、じゃあ、これ破れたらおしまいね。はい、ありがとうございます。はい、これは、もう2匹これ見てる。難しかったか。はい、金魚救い、メダカ救い大盛況でございます。特にメダカは大盛況で、こっち担当で楽いんでメダカメダカホークが頑張っております。メダカ大人気でございます。待っててくれたのにね、ちょっと気合入りすぎた。あ、オッケー。もうここで行ってみようか。もうちょっとだけ。声をもらってください。おっちゃんから。こんにちは。どうですか。やり方知ってる。やるな、普通な。お前やらへんのみたいな。じゃあ、そーっとやらへんのに教えてんだよ。とりあえず、そーっとね、ちっちゃいのにやろう。はい、次は時間かけてやって。はい、じゃあ、メダカやったらこっちだし、金やったらこっち。今攻めたね。もうちょっと残ってるわ。まだこっちで頑張っていく。3分の1残ってる。やっぱり大丈夫。思いっきりもいるけど、こっちが金魚で、こっちが金魚。よし、じゃあこんな感じでイルミネーションも綺麗で、エンディングの音楽も流れております。で、最後のお客様、メダカ救い、じゃあホーク、最後のメダカ救いのお客様でございます。しっかり救ってね。はい、ホーク、お疲れ様です。大盛況でびっくりしました。いや、全部で、メダカが300匹で、金魚が100匹で、400匹でやったんですけど、まあ僕が思ってたより、はい、本当に楽しかったですね。で、お客さんがこうなった時にこうしてほしいっていうのをお客さんが目で訴えてくるとかっていうのが分かったんで、そのまた次に行かせる勉強になっていましたね、今日は。助かったよ。初めてやったんで。とりあえずお前がいてくれて、全然助かりました。ま
またちょっと来年チャンスあるか分からんけど、はいはい、またこういう活動をやっていこう。そうですね、はい、まあコロナで笑顔が少ないので、なんか子供たちで笑顔を増やそうという企画でやってまいりました、はい。大宮八幡のコミュニティセンターの皆さん、ご協力いただきましてありがとうございました。また機会があればお呼びください。そしてなんかな、また考えておきます、はい。でちなみに今日、余った魚はお店で見せておりますんで、はいはい、皆さんまた買ってください。2、30枚の値段で、はい、売りますんで、よかったら買ってください。よし、ホーク大成功、はい、お疲れ様です。魚はこれでとりあえずやな。